じゃ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 ーん。うさぎさん、ぴょんぴょんぴょん。コアラさん、ぎゅうぎゅうぎゅう。あ、本当だ。慣れちゃってるじゃん。ボクちゃん慣れちゃったじゃん。Thank you.
獣医さん皆さんのためにようこそ。私の挨拶と返させていただきます。今日は ご表現に、お呼びいただき誠にありがとうございました。小原さんありがとうございました。樹木さんの職場での様子、そして力強い励ましのお言葉を頂戴いたしました。ぜひこれからもお二人を温かく見守っていただきたいと思います。では続きます。鈴木幸と申します。私自身このような華やかな場で上司として職人を務めさせていただく機会は人生初のことであり、とても緊張しております。お聞き苦しい部署の飲み会などカラオケに行くと一緒に踊りダンス対決をしたりしています。もちろん休憩料理さんには負けますが、同じ高校でダンスに青春を捧げ、同じ管理栄養士を目指し、同じ職場に巡り合い、そしてお二人と同じように10年以上のお付き合いを経て結婚したことなど、驚くほどいろいろな面で共通点が多く、そして運を抜くものがあります。例えば皆様が何気なく召し上がっているラーメンやそば、冷やし中華などの麺類、これはスープを絡めながら麺を進み噛んで飲み込むといった複雑な工程があり、飲み込む力や噛む力が弱いご利用者様にとっては危険性が高く、お出しすることができない方が多数いらっしゃいます。ゆきくん、ひなさん、ジッ君が私の目の前でサヨナラヒットを打った試合、あの時の時はとても輝いていて、ジッ君と将来について真剣に語り合うことがなければ、私は学生生活もその後もぼんやり過ごしただけだったかもしれません。何も言わず寄り添ってくれた今のおいしいハンバーグ召し上がっていただきたいと思います。さあ、ストーリーの方も同じ格好をお願いします。
母様、お喜びのお気持ちでいっぱいのことと思います。ではここで新婦よご相談の上、今日の記念にお持ちくださいませ。ではこれより新郎新婦が皆様をお送りいたします。ご自宅のお手元がありましたら